政府は12日、中国政府が出資し、世界各国の大学に設置されている孔子学院について、2023年4月時点で総大や立命館大など国内の少なくとも13大学で設置されているとする答弁書を閣議決定した。参政党の神谷周平参院議員の質問主意書に答えた。欧米では中国政府の宣伝機関とみなして閉鎖する動きなどが出ている。国内で設置が確認されたのは他に、桜美林大、北陸大、愛知大、立命館アジア太平洋大、札幌大、大阪産業大、岡山商科大、福山大、関西外国語大、武蔵野大、山梨学院大。